この番組は、ガオラで、過去に放送した珠玉の名勝負を毎週お届けする、番組になっております。僕もですね、プロレスが大好きなので、煽り VTR だったりとか、入場シーンっていうのは、非常に大事にしていくつもりですが、著作権の問題で、楽曲の、こととかもあったりするので、そこは皆さん、一部編集してお送りしますので、何卒ご了承いただければと思います。はい、今週はですね、諏訪間選手、現在五冠王の諏訪間選手のデビュー戦をお届けしていきたいなと思っております。諏訪間選手というとですね、もともとは諏訪間晃平っていう名前でデビューしてまして、2004年まではアテネオリンピックのレスリング代表を目指して活動されていたところ、120キロ級っていう枠に対して日本の出場枠がなくなったということで、そのオリンピックへの道を断念したらしいんですね。そこで、そこに救世主になったのが長谷博さんなんです。そのをきっかけに全日本プロレスに2004年、4月に入団したということになっています。僕当時ですね、家で、テレビ見てて入団会見を堂々と一人で登場する諏訪間選手のことはすごく記憶に残ってて、わざわざプロレス団体に入団する若手選手一人のために大規模な会見を開くなんてことはもうあんまりないと思うんですけど、長谷さんと確か並んで、二人で入団会見してたのはすごく覚えてます。デビュー戦を務めることになった長谷博さんなんですけど、今でこそもう議員として、国会議員として、有名な方だと思います。このデビュー戦を務めた当時はですね、調べたら衆議院議員として活動しながら、プロレスラーとしても活動していたというふうになってますね。で、2015年には文部科学大臣を務めるということで、本当に元気な方だなと。このデビュー戦に関して言うと、本当は太陽ケア選手と戦う予定だったみたいですね。誰がその相手を務めるんだと。試合の日程自体は変えられないですからね。誰が出てくるんだろうなというところで、まさかの恩師登場と。これはプロレス好きにとってはたまらない展開ですよね。恩師とか、その恩を返すっていうことに関しては、とてもこうプロレスって気持ちの入る試合ですし、見てるこっちも、どういう試合してくれるんだろうっていう期待感も増す試合かなというふうに思いました。それでは早速興奮の煽り V からご覧ください。全日本プロレスに就職しました、諏訪間晃平です。よろしくお願いします。目標とする、プロレスラーは、私の千代大学レスリング部の先輩である、ジャンボ鶴田、先輩ですね。プロレス界の歴史に残るような、プロレスラーになりたいと思います。ちょうどね、全日本のレスリングの合宿があった時にですね、彼とスパーリングしたんですよ。で、非常に体力もありますし、直線的な前に出る力とともに非常に適応能力が高くてね、普通マレスやってるよりもプロレスの方が実力を発揮できるなというふうに瞬間的に感じたんですよね。長谷先生の方に、挑んでいきたいなと考えています。俺は国会の方が忙しい。ぜひお願いします。4月に入門して、約半年間、修行を積んでですね、やっとデビューの日を迎えることが、できるというのが分かってですね、すごい、嬉しいと同時にですね、もう本当早く戦いたいなっていうふうにすごい思ってます。で、今まで、僕アマレスがベースで、プロの方に入ってるんで、アマレスの部分と、あとこの4月から半年間、プロレスという部分を、全部ですね、出し切ってですね、もうケアさんにもう思いきし、もう体力と、あと気持ちの部分を全部ぶつけていきたいと思っています。以上です。
してこのテーマが流れればもうおなじみです。さあやってきた、約1年4ヶ月ぶりにこの全日本マット登場。戦う国会議員は長谷博。さあ先生がやってきた、長谷博。実に1年4ヶ月ぶりになった登場。経済不況の真っ只中、この日本を何とかしようと国会の道で活躍。そして今日は説教を、この全日本マットで長谷博は戦います。さあ男を見せるか、戦う国会議員長谷博。1年4ヶ月ぶり全日本マット登場。諏訪間選手は本日はデビュー戦でございます。皆様の温かいご声援よろしくお願いいたします。さあ諏訪間晃平、青コーナーであります。こちらは長谷博、ベテランの胸を借りていこうというところであります。スタートしました。さあ長谷博、そして諏訪間晃平、シングルマッチ30分一本勝負であります。諏訪間晃平デビュー戦、放送席の解説はプロレス記者歴実に24年、ネックスプロレスティーチャーは大佐野影弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況松崎敏夫でバイオレンスにお送りしてまいります。さあ今度はグランドの展開に行きました。まずファーストコンタクト、諏訪間晃平であります。長谷博士、1年4ヶ月ぶりであります。昨年の7月27日、石川県金沢産業展示館4号館大会、この長谷健コンビでもって小島川田とぶつかったあの60分フルタイムタッグマッチはファンの記憶には新しいところであります。さあその長谷博士、今日はシングルマッチでもってこの諏訪間晃平に胸を貸すわけであります。長野さん、はい、まあ長谷博士、本当にリングに上がる前っていうのはね、体をちゃんと仕上げてますからね。そうですね、アテネオリンピックのね、うん、女子の会場とかにもいましたよね。あ、元気だなと思って見てたんですが、はい、でこう復帰してくるとなるとね、はい、体をね完璧に仕上げてきますよね。でこの試合ね、自らグラウンド仕掛けていきましたよね、はい、ちょっと諏訪間の力量を見てやろうというね、はい、長谷博もね、ロサンゼルスオリンピックのね、うん、代表選手ですからね。さあそして抑え込んでいってカウントワンです。諏訪間晃平であります。中央大学出身でありますこの諏訪間晃平であります。ということはね、うん、僕の後輩になるんですね。そうなんですよ、僕も中央大学なんですよ、で鶴田さんがね、先輩だったんで、ジャンボ鶴田さんがね、結構可愛がってもらったんですけどね。そうですか、ちょっとこれカタプルパ気味抑えたんですがカウントは入りません。諏訪間晃平であります。言うなればこの、ジャンボ鶴田さん、それから長野翔さん、さらにはこの諏訪間晃平と全日本プロレスの、全日本プロレスを支えているトライアングルといっても長野さん過言ではないんじゃないですか。僕が入るとちょっと過言になっちゃうんで僕は抜いといてください。そうですか、はい、そんなご謙遜なさらなくてもいいんじゃないですか。さあリング上、諏訪間晃平、長谷博士が諏訪間晃平の左の足決めています。そして今度は腕を取ろうというこの諏訪間晃平であります。この辺り上手いですよね。そうですね、ジャンボ鶴田2世となってほしいところでありますこの諏訪間晃平であります。さあ腕をなんとかこれは腕ひしぎの状態に捉えたいところ。しかし長谷博士、長谷博士がなかなか腕を離さないので力を、今これはどうか。さあ腕ひしぎの状態になりましたが、長谷博士がくるっと後ろに回り込んでいって、そして諏訪間晃平の逆に今度は、この辺はやっぱり長野さんベテランですね。ただね、諏訪間ね、パワーありそうですよね。今長谷ヒヤッとしたと思いますよ。さあ諏訪間晃平、そして長谷博士、デビュー戦でありますこの諏訪間晃平に胸を貸す長谷博士でありますけれども、今
度はフロントからどうするか、フロントから今度はグランドの体勢にいざなってこようというのがこの長谷博士であります。今年ちゃんと首決めてますね、うん、そうですね、今年の4月10日チャンピオンカーニバルプレジャーシックスの後楽園ホール大会で、まあ、新人選手の入団発表、まあ、リング上で挨拶がありました、まあ、その時津山は4人並んだ中の一番左側におりまして、そして、リングアナウンサーによって紹介されたわけなんですけれども、さあそんな中津山康平今日がデビュー戦であります。この半年間厳しいトレーニングを積んで、そして長谷博士とぶつかります。大先輩とぶつかっていく草間光平。さあ長谷博士の今度はアキレス腱を取ろうというのか。よくね、あの長谷についていってますね。そうですね、本当に、まあ、体も大きいんで大人さんも待機といってもね、いいですよね。そうですね、あの188センチありますよね、はい、あの大型ですから、うん、あのスケールの大きいファイターになってほしいですね。そうですね、諏訪間晃平27歳、そして長谷博士バックステップを少しここは使おうというのか、長谷博士であります。じっくりとここは両者レスリングを見せています。さあ長谷博士引っ張り込んでいって後方回りました。後ろに回っていって長谷博士相手の足を取ろうというのか。今5分経過しました。さあこの諏訪間の左の足、そして今度は右の膝の部分はしっかりと長谷博士が両の足で持って捉え込んでいます。さあ諏訪間康平少し痛みが走って、そして諏訪間康平この技を解くことができるか。長谷博士はこのシリーズ、まあ、このシリーズは武藤敬司 20th Anniversary Tour Love & Bump というツアーのタイトルの名前なんですけど、長野さん、はい、まあ、両国国技館でですね、はい、佐々木健介と組みまして、そして三沢光晴武藤敬司組とタッグ戦でぶつかるわけなんですけどね。そうですね、まず長谷健コンビ復活というのもね、はい、嬉しいニュースですしね、それこそね三沢対長谷というのもね、うん、これはもう二度と見られない対決だと思われてたわけですよね、うん、で、まあ、武藤と IWGP の、ね、タッグをずっと持ってて、まあ、武藤も自分の20年のヒストリーの中でね、はい、長谷博士というのはね欠かせない人間だというふうに言ってたんでね、いい試合見せてくれると思いますよ、もうこの体見たらね絶対いい試合できますよね。そうですね、まあ、確か大阪さん、三沢と、ね、はい、その長谷が、まあ、タッグではありますけども、お互いそのぶつかった時というのは2000年の1月ですか、その福岡大会での全日本マットでの以来になりますからね。そうですね、本当にそういった意味では楽しみであります、まあ、このシリーズの最終戦両国国技館決戦、三沢光晴武藤敬司組対佐々木健介長谷博士という夢のそのタッグマッチが実現するわけであります。まあ、その前にね、長谷にしてもね、この諏訪間のデビュー戦の相手を務めるというのはね、自分にとってもいいことだったんじゃないですかね。さあ諏訪間がここはすごい判定ですよ、はい、張っていって、そして諏訪間康平ストンピング、いや力強いですね、本当にこれ新人という感じがしません。しかし今度は長谷が張り手を返しました。今度は村板、村板にチョップ張ってまいります。さあ諏訪間はここでどうする、ニュータルのコーナー、諏訪間エルボンだった、長谷にエルボンだった、長谷がちょっと交代するか、長谷交代か、今度はニュートラルコーナー、いやこのね体をスイッチしてコーナーに詰めてね、はい、エルボー行くなんてあたりはねなかなか大したもんですね。コーナーに送った、肩口から当たった、左肩口から当たってまいりました、諏訪間康平。さあフロントからどうするか、フロントからスープレックスになっていった、抑え込んでいって、トゥーカウント、いわゆるね腕を巻き込んで、片腕を巻き込んでのねスロイダーという投げ方ですよね、はい、このフロントスープレックスはね、はい、そしてじっと見つめてボストンクラブステップオーバーしておいた、リングの中央でもってのボストンクラブ腰落とした、さあ諏訪間が腰落としていった、
諏訪間晃平、そしてこちらは長谷博士、腕立て状態でもってここは返すことができるか。さあ諏訪間晃平、しかし削った、逃さない逃さない逃さない、諏訪間晃平逃しません。絶対に長谷博士逃してなるものかと。しかし長谷がサードロップエスケープしました。いやー、この諏訪間の闘争本能ものすごいものがあります。ストッピング、ね、逆エビもねきっちりね、いい形で入ってましたよ。はい、張ってくるぞ長谷博士、一発二発、そして諏訪間が今度はどうする。諏訪間張り返した、張り返した、ダウン、両の足を持って、そしてひねるか、ステップオーバーした。さあ長谷博士、ボストンクラブステップオーバーしまして、さあ長谷博士苦しいぞ、今度はロープが近い。サードロープをじっと見つめたんですが、諏訪間の重い腰どうか。今サードロープ、いやエプロンにエスケープしました。これはねすごい前線ですよ、いやいや今日がデビュー戦とは思えません。この諏訪間晃平27歳、やっぱり持ってる身体能力はね素晴らしいものありますね。そうですね、いやこれは本当に大佐野さんも先天的なものなんですかね、あとね、やっぱり企画がいいですよね。はい、裏投げできた、しかもきつい角度の裏投げでしたよ。はい、裏投げから抑え込んでいってトゥーで返したいや長谷はね裏投げを使うときね、相手の受け身のレベルに合わせて角度変えるんですよ。今のは最高級のね、裏投げでしたね。そして今度は鬼のような表情で長谷博士がボストンクラブに行くのか、まずは浅く入るのか。リングの中央、逃さない、ボストンクラブに行った。さあボストンクラブ、長谷博士この表情、鬼のような表情でもってこの若い新人のこの諏訪間晃平にボストンクラブになった。ギブアップという声を発さない、腕立て状態、俺の強さを見ろ、俺はこんなに強いんだと言わんばかり諏訪間晃平エスケープしました。いや大したもんですね、そして今度長谷博士、諏訪間晃平今度はサイドバスター見舞っていった。そしてボストンクラブに行きました、浅く入った、エビ反りできた、タップアウト、ギブアップ入団前にも長谷さんと一番やりたいって言って入門して一番最初デビュー戦で長谷さんとできて、すごい今興奮してます、技とかより気持ちだけは絶対に出してやろうと思って、すっごい気持ちいいんですよ。99点プロレスに向いていると思って、スカウトしましたけど、こんなにあの気持ちを前に出す男だと思わなかった。諏訪間の門出にね、いい贈り物ができたかなと思います。はい、というわけでですね、見ていただいたらもう分かる通り、あの新人離れしているわけです。当時からね、あの当時長谷さんがあの必殺技で使ってるあの裏投げとかもう返したし、ボストンクラブも一回返すということで、当時からね、あの佐々木注目されてるだけあって、あの本当に怪物級の活躍を期待させるデビュー戦だったかなと思います。
次回はですね、諏訪間選手のデビュー戦になぞらえて、ゲットワイルド大森隆夫選手、曽山学選手の、タッグチームが、指導した、試合対真田誠也、回戦をお届けしたいと思います。それではまた次週、さよなら。